里崎チャンネル。こんにちは。さて、何か持ってきてますね。そうです、今日また持ってきました。ニューベースボール2020っていう、これはプロ野球 OB クラブがキャリアサポートマガジンっていって、その引退した後のその選手のそのまあこういう仕事、新たな道を探してこういう仕事してますよっていうのをね紹介してるプロ野球 OB クラブ用のまあマガジン雑誌ですよね。売り物ではない、売り物ではないんですよね。はい。で送られてくるんですよ。でまあその中でいろんな選手がその引退後のね、まあ元ヤクルトの久保選手とか、元オリックス坂本選手とか、元ソフトバンク三浦選手とか、元 DeNA 小杉選手とかね、いろんな選手が今引退後どういうことをしてやってるかっていう、だからそのまあこういうふうにやってきた選手もいますよっていう紹介と、この情報を生かして自分もそういうのにねやってみようとか、今悩んでる人とかこうしてみようっていうために作られてるやつなんですけど、本当に会社員とか今乗ってるだけで経営者、大学生もいますし、だから神山さん、元ソフトバンクの幸せに山って今大学生にね、工学院大学人間開発学部健康体育学科で今学んでる、今現在大学1年生です。4年遅れで入学したらしいですね。いや素晴らしいですね。いやそうですね、勉強してまた就職しようっていうこと。だから逆に言うと4年でクビになってよかったですよね。そうですね。まだまあね、長くうまくいけばいいですけど、早めに見切ってくれるのもこうリスタート切りやすいってね、僕はまあ何度も動画で言ってると思うんですけど、あとは坂本元選手は今会社員株式会社セガトイズっていうね、セガですよ、セガ。あ、セガのトイズ、おもちゃの。そう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 、キャラクターグッズや玩具に囲まれて働くって書いてますね。とか、あと元ヤクルト9個選手なんかコンサルタントやってたりとか、あと三浦選手中学校教師です、元。今岩手大学の鉄腕と呼ばれてソフトバンク入団したんですけど、今は岩手県久慈市の中学校で体育教師されてるらしいんですよね。だからこういうのが紹介されてるんですよね。だからこれでね、アンケートが書かれてるんですけど、僕は素晴らしいなと思ってこのアンケートを見たんですけど、アンケート対象が2018年に参加した12球団所属選手の宮崎フェニックスリーグに参加した選手で、調査方法は無記名によるアンケートで、回答人数は252名で、独身200名の既婚者52名で、平均年齢が 23.5 歳、在籍平均年数が 3.6 年、平均年俸が887万円ぐらいの選手からアンケートを取って、その引退後もしくはクビになって戦力外になった後どんな職業をやってみたいかっていう回答で、複数回答も OK なんですけど、なんと1位に何だろう、1位初めて一般就職。今まで1位何だったんですか？今までの1位はやっぱ高校野球の指導者とかがもう5年連続1位だったんですよ。へえ、やっぱり野球に関わるっていう。でその前の2012年の1位がプロ野球指導者で、2011年も高校野球指導者が1位だったんですよ。それが今回2017年県外からジャンプアップで1位に浮上っていう。で6位以下だったってことですね。そう、だから2018年のアンケート結果でいうと、1位が一般就職、2位が大学社会人の指導者で、3位が社会人クラブチームでの現役続行で、4位が高校野球指導者で、5位が海外球団で現役続行だから、独立リーグとかもしくは韓国、台湾とかメキシカンリーグとかっていうところですよね。で6位がプロ野球球団の監督コーチなどとかね。監督コーチってそんなちょっと低いんですね。そもそも能力だけじゃなれないんで、縦と横のつながりいるんで、っていうところで一般就職が初めて1位になったんですよ。いやでもいいんじゃないですか。最高です。だって一般就職したら、まあ、リストラされない限りは最近65とかまで働いてるわけですから、はい、安定してお給料もらえて、はい、だからね、いろんな、ね、大変なことは多分あると思いますよ、うん、今まで野球界にしかいなかったんでね、うん、でも、まあ、その野球界に残れば正直楽なんですよね、はい、人間関係も一緒だし、はい、別に今までと変わったスキルが特にいることもないし、うん、で楽なんですけど、裏方さんスタッフの方もプロ野球、うん、個人事業主契約なんで、はい、1年契約なんですよ、はい、要は来年契約してくれるかどうかも、うん、スタッフの皆さんも分かんないんですよ、はい、ってなってくるとその40代50代子供に一番お金がいるところで首と隣り合わせになるんですよ、はい、でロッテでいうと昨年もスタッフの人でクビになった人は、はい、複数にいるんですよね、はい、じゃあその人たちが次何の仕事をするんやってなった時に、うん、40も50もなってからいきなり、まあ、契約社員ですから、はい、首切られて、うん、次のリスタートってなかなか難しいですよね。そうですね、初めて40、50で会社に入りますってなかなか厳しいですね。取る方もね、うん、そんなっていう感じじゃないですか、はい、それだったら僕はもう最初から、うん、そのまあ見切りをつけて一般就職にチャレンジする方がいいんじゃないのかってずっと思ってたんですけど、うん、なんと2018年1位。最近のよく分かってるいい感じですね。でもまあ、安定志向っていうの人が今多いってことなんですかね。いやでも安定、まあ安定ですけど、うん、勇気はいりますね。まあそれはそうですね、今までと違うところに飛び込むわけですからね。そうそう、野球界にいる方が正直安定感も分かんないですよ、その楽っていう気持ち的なものでは。あ、まあそっか。で世の中の人も、はい、チームに残る、野球界にいるのが、うん、そのセカンドキャリア最高みたいな認識あると思うんですよ、はい、引退後コーチになる、監督になる、チームでスタッフとして雇ってもらう、うん、最高みたいな、うん、認識の人やっぱまだ多いと思うんですけど、はい、それだけじゃないよ、何気に大変だよっていうね、うん、そうですね。逆だって僕沢井亮介って元ロッテにいた、はい、銚子商業からドラフト1位でロッテに入った、はい、後輩がいてもう引退してるんですけど、そいつは生命保険会社で働いてるんですけど、はい、もうなんか課長かなんかして、そのなんていうんですか、部下を指導するようになって、はい、ひょっとしたらなんていうんですか、現役の時よりもらってんちゃうかっていう稼いでますよ。まあ、この前あってちょっと聞きましたけど、だって会社員とかでも結構上の方に行ったらいいお給料もらえますからね。でしかもね、まあ、保険会社さんとかだとね、うん、頑張ったら頑張っただけ自分の歩合とかになったりして、はい、そのお給料とかね、待遇とかも上がったりするじゃないですか、はい、でコーチの時の話でもしましたけど、はい、野球界スタッフの人とかほぼ給料上がらないんで、はい、大変ですよ。大変ですね、はい、そう考えるとやっぱり就職って一つすごくいいね、そうそうそう、だからね、先ほどの何山さん、高山さん、ね、高山さんみたいに、はい、ね、大学にもう一回通い直すとか、はい、いや最高っすよね。そうですね。でもそのためにはやっぱりね、貯金いるんですよ。でね、そういうのもね書いてるんですよ、この後ろに。この本本当ね、いろんな人がもっと読めばいいと思うんですけど、うん、小杉選手、はい、DeNA の小杉陽太さん、はい、起業する道を選んだ、ね、でも会社はお金がいると、はい、その時、ね、選手時代の貯金で賄ったと、はい、で契約金は女手一つで育ててくれた母に家をプレゼントするのに使ったので残っていませんと、はい、でもこれだけ貯めたいという目標を金額を決め、うん、毎月の状況から残せる分5万から10万円ぐらいをずつを貯蓄用口座に回していましたと、だから最終的に2500から3000万円ほど残せたっていう、はい、でそれで多分次のステップのためにいってるんですよね、うん、やっぱりね、貯めなきゃね。貯金は、はい、そのベテランでも若手でもやっぱりちょっとずつ貯めないと、はい、それによって次のリスタート切るときにお金使ったりね、うん、大学行く、ね、お金使えたりとかできるわけじゃないですか、はい、そういった意味では本当に賢いですね、うん、そうですね、はい、もともとロッテにいた田中投手、兄弟がすごいいい会社入りましたよね。まあもともと頭良かったんでしょうけど、そうですね、だから多分待ってくれたんでしょうね。そのもともと就職も決まってて、でプロに来たんですよね。多分これは僕の想像ですけど、待っててくれたんだと思うんですよ。はあ、最高ですね。でしかもね、プロのなんていうんですか、経験もね得て社会人になった時にね、また新たな強みもできるじゃないですか。そうですね。多分待っててくれたと思うんですけど、でも本当会社員になるにしても、元プロ野球選手って本当に一握りにしか入れないわけですから、そこの経験も言えばその会社としてやっていく、なんていうんですか、やる力というか、そういうのもなんか活かせそうですよね。そうですね、だからその40、50ぐらいでクビになった人が、僕のロッテで同じブルペンキャッチャーの松井さんっていう方がいて、その松井さんはそれでクビになったんですよ。そこからもまあ仕事困るじゃないですか。で、独立リーグのコーチとかやったりとか、あとは野球塾みたいなところでコーチやったりとかして、今年からね、どこだったかな、福島かどっかの高校の野球部の監督さんになられて、今度その高校野球の指導に当たるっていうね、道もあったりとか、まあいろんな人のね手を借りながら紹介されながら行くの中で、なかなかね野球に一生携わっていくのは難しいですよね。だからそういう時のために、野球界に残るのもよしだけど、それが全てみたいになるときついですね。だからいろんなね広げて、僕もねスポーツ量販店とか最高にいいんちゃうかと思ってるんですよ。幕張にもオーソリティっていうねスポーツ量販店ありますけど、そこで僕の先輩の城詰さんっていうね方が働いてますけど、僕はもうその量販店最高じゃないのかなと思うんですよね。でその野球用品扱うところでいるんですけど、お客さんとか子供が来た時にその自分のプロ野球の経験をもとに、こういう道具の方が合ってんじゃないのとか、あとはその顧客向けにJ リーグの方もいるんですよ、ジェフ市原かなんかの。でそれでサッカー教室とか野球教室とかしたりするんですよ。で結構全国にあるじゃないですか。ひょっとしたら地元にね、どっかで働いても最後は地元のその量販店に働きながら地元の貢献もできるじゃないですか。僕は何気にオーソリティとかいいですね、ゼビオみたいなとか。だって自分がなんか道具買うんだったら本当に経験がある人から勧められたものを買いたいですね。しかも社会人になって生活が変わるかもわかんないですけど、野球だって野球の用品に携わりながらとか、そんなに大きく変えなくてもいいじゃないですか。僕はそういうのも選択肢の一つとしていいんじゃないのかなとは思いますね。でも本当に今野球選手って長くても現役でいられるのって、長い方で40ちょっとじゃないですか。そう思ったらまた先の人生って必ず誰しも引退するので、貯蓄必要ですね。そうですね、だからね、今年入った新入の選手は貯蓄して、だから外では羽振りよくね、家では質素に、あと貯金額を決めて必ず貯蓄した方が、万が一あるからね、成功したらいいですけど、全員が全員できないし、怪我もあるし、万が一もあるんで、そういった時のね保険のために貯蓄はしておいた方がいいですね。はい、貯金頑張りましょう。